次ですね。はい、ということで順当に強くなったねパンターさんです。アビリティの方が変更になっております。SS 短短縮スワビでゲージでダッシュとなっております。はい、まあ、パワー型でね、キラーでかなり殴りは強かったんですけど、そこに速度を上げてくれるダッシュということで、まあ、速度 1.5 倍と言われてるので、390ぐらいかな、まあ、パワー型なんですけどなりましたよっていうとこですね。であと SS 短短縮、これ地味に見えるかもしれないんですけど、こいつはあのなぎ倒し SS なんですよ。敵を倒せば倒すほど攻撃力が上がるっていう、なんつったらいいのかな、パワー型の中でもかなり強い SS の一つなんですけど、まあ、それがどんどん早く打てるようになると、なんか出番はどんどん増えていくだろうなっていう印象を持ちましたね。これ強いですね、普通に、なんか何も言わず強いって感じですね。で次ですね、はい、アンソニーです。なんですけど、変わった点がですね、バーティカルレーザー EL がツインバーティカルレーザー EL になりました。であと攻撃力の修正ということで、友情コンボがね、ノンノと同じ威力のバーティカルレーザーですね。ノンノが、ワンウェイレーザーになるのに対して、アンソニーは上下レーザーで、ノンノと同じ威力となっております。はい、あの今までの法則通りにクレバーなんですけど、まあそうなります。やばいっすね。で、攻撃力の方がですね上がります。なんでワンチャン近畿の9とかで適正がねもらえるかもしれないです。今までちょっと攻撃力が低くて、あんま使われてなかったんですけど、もしかしたら使えるようになるんじゃないかなという感じですかね。はい、ということでアンソニーさんでした。はい、ということで次ですね、ピタゴラスですね。はい、衛星団になります。もうわけわかんないっす通常降臨キャラにつけちゃいけない友情コンボですよ、衛星団は。ちょっと強すぎますね。降臨キャラで強力な友情コンボを持ってるキャラは少ないので、かなり評価できるキャラかなと思います。はい、ということで次ですね、最後かな、最後になります。アマテラスですね。アマテラスはですね、アビリティが変わりました。スワビに超重力バリアと、ゲージに状態異常回復っていう、まあ、原型をとどめない情報修正の仕方をしましたね。で、友情コンボの変更があって、クロスレーザー M からコピーに変わりました。でステータスが全部上昇ということで、まあ、あとは、コピーなんであんま関係ないですけど、攻撃型がバランス型になったよっていう感じですかね。まあ、ラック90の方いると思うんですけど、普通にモンスポットのね、開運の、ラックプラス10する持ち運びの方をつけてきてあげれば、普通に運枠として使えるような性能してるかなと思います。やっぱコピーは強いんで、かなりいいキャラになったかなと、これも思いますね。はい、ということでアマテラスでした。はい、ということで今回ちょっと番外編として個人的に嬉しかった情報修正をいくつかご紹介していこうかなと思います。まず1体目ですね。はい、ジュンですね。これめっちゃ強いです。鍵かけてなかった。こいつ結構強くなりました。とはいえ変わったのは友情コンボだけで、ということで、貫通ホーミング8が調教貫通ホーミングに変わりました。でなんでこいつ評価してるかっていうと、マインスイーパーの貫通爆発運枠ってすごい少ないんですよね。そういった中で、友情コンボに普通にそこそこ強い友情コンボがついて、味方の誘発もできるってなると、かなりいいキャラなのかなと思います。今後かなり使っていくキャラじゃないですかね、自分の中ではっていう感じですかね。はい、ということでジュンさんでした。個人的に嬉しかったのはランスロット X ですね。スワビに回復 M がついて、超重力バリアでゲージで闇属性キラーと魔法陣ブーストですね
がつきましたと。で、友情コンボのエナジーサークル M、副友情コンボのエナジーサークル M が L になったよっていう感じで、あと SS ターンが4ターンずつ縮まってたかな、確か、っていう感じです。何が嬉しかったって、愛染冥王の適正キャラを持ってなかったので、玉露でね、毎月お世話になるかなっていう感じですかね。うん、あそこのクエストやっぱ紋章ないとかなりグダっちゃうので、まあ紋章付け替えるのもあれなんで、普通にこのランスロット X がね強くなってくれたことによって、あんまりグダらずに、愛染冥王を倒していけるかなっていう感じですかね。はい、なんかその汎用性がすごい上がったって感じじゃないですけど、かなりね特化キャラになったんで、割とランスロット X が無双するっていうシーンも結構出てくるのかなと思います。はい、次の近畿とかでね適正もらえそうですね、こいつなんかそんな顔してますし。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、まあ、12、3体、情報修正されたキャラをご紹介していったんですけど、皆さんがね個人的にこのキャラすごい強いなとかって思ったキャラがいたら、コメント欄に書いてもらえるとね嬉しいです。はい、ということで長い間ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。